で濡れた部屋にノックの音が転がった。誰にも会えない顔なのにもうなんだよどちら様。名乗るほど大した名じゃないが誰かがこう呼ぶラフメーカー。あんたに笑顔を持ってきた。寒いから入れてくれ。ラフメーカー冗談じゃない。そんなもん読んだ覚えはない。構わず消えてくれ。そこにいられたら泣けないだろう、yeah、ルララルラルララルラ。大洪水の部屋にノックの音が飛び込んだ。あの野郎まだ嫌がったのか。消えてくれって言ったろ。そんな言葉を言われたのは生まれてこの方初めてだ。非常に悲しくなってきた。どうしよう泣きそうだ。ラブメーカー冗談じゃない。あんたが泣いてちゃしょうがない。泣きたいのは俺の方さ。どんなもん読んだ覚えはない、yeah、ルララルラルララルラ。二人分の泣き声とく。泣き声膝を抱えて背中合わせ。すっかり疲れた泣き声。今でもしっかり俺を笑わせるつもりから。不明か。それだけが生きがいなんだ。笑わせないと帰れない。今ではあんたを部屋に入れてもいいと思えたが。困ったことにドアが開かない。溜まった涙の水圧だ。うんとかすんとか言ってくれ。どうしたもう今さら。ラブメーカー冗談じゃない。今さら俺一人置いて。構わず消えやがった。信じた瞬間裏切った。ラブメーカー冗談じゃない。逆側の窓の割れる音。鉄パイプ持って泣き顔で。あんたに笑顔を持ってきた。身を取り出して俺に突きつけてこう言った。あんたの泣き顔笑えるぞ。呆れたがなるほど